皆さんこんにちは、サルです。今日はね、リクエストをいただきまして、視聴者の方からアルコール燃料 25ml でお湯を沸かしてみてほしいということだったんですね。一つ目が 450cc、 これはのダイソーのやつなんですけど、ちょうど450なんで、が沸くかどうか。もう一つはシェラカップでね、どんな感じかっていうことだったので、やっていこうと思います。参考までに、ただいまの、この部屋がですね、27度、1日中ですね、1日とかもう3日ぐらいこの水を置いてるんで、この水もですね、ほぼ室温になってます。だから27度の環境でやらせてもらうというふうに、思ってください。ではね、早速始めていこうと思います。25ml ということなので、なるべく正確にね、あと固形燃料受け皿でやってほしいというふうなことでしたので、おそらくこれのことだと思うんですけどね、間違ってたらすいません。セリアのね、固形燃料ストーブになります。 25ml って結構多いんでですね、まあ450ならね、特にこう蓋したり、ちょっとね、周りをウィンドスクリーンで囲ったり、そういうことなしでもね、いけるんじゃないかという気がするので、そういう一切ね、サポートなしでやっていこうかなと思います。メモリがついてるのでね。ちょっと待って、これはカップが違いますね。すいません、ちょっとね、ダイソーの450が見つからなかったので、これスノーピークの方ですね、ちょっとチタンなんでね、熱伝導が悪くなっちゃうんですが、ちょっとこちらでね、やらせてください。すいません、450ということで、これはちょっとね、大きいんですけど、よいしょ、これで今250ですね。ですけど、はい、450cc の水を入れました。ちょっと蓋はあえてしないでね、やってみようと思います。じゃあ早速ね、着火して、ついたかな、つきましたね、よし、OK、はい、ついてますね、大丈夫ですね。ではちょっとこの状態でね、早速湯を沸かしていこうと思います。ごとくもあえて乗せずにね、このまんまやります。でこちらのね、ワッツのミニ焚き火台、この前面にですね、大きな窓が開いてて、こっから炎がね、外に出てくるんですね。っていうのも、やっぱりこう、一番上がね、狭いものですから、上を塞いじゃうと、逃げ場がなくって、前から出てくるという傾向があります。はい、炎がね、前面から出てきました。まだ1分半ぐらいですかね。こんな感じでね、どうしても逃げ場がないと、窓から炎が出てくるような感じになります。こういう感じですね。窓が1箇所しか開いてないからですね、そうなるんだろうなという感じですね。はい、はい、間もなく4分ぐらい経ちますね。もうですね、かなり、アルコールもですね、加熱されて炎が大きくなってきましたので、お湯の方もですね、結構鍋底にはもうふつふつと水泡ができて、水蒸気もね、水の表面から少しずつ上がってきてるような、そんな感じです。五徳とかをね、つけた方がね、多分いいと思うんですけどね、ちょっとあえてね、こんな乱暴な形で今回はやっております。はい、間もなく5分ぐらい経つでしょうか。水泡はね、連続して上がってきてますので、おそらくですね、蓋をしておけばですね、もう沸いてる、完全に突沸してるような状態じゃないかなという感じですね。ラーメンぐらいだったらね、もう沸かせるような今温度になってると思います。こんな感じなんで、450ですね。割と、多めの湯ですけど、ほんとラーメンが作れるぐらいの湯量ですよね。これは 25ml のアルコールがあれば、沸かせるということでね、特に蓋もせず、結構簡単にやってみましたが、問題ないんではないかなと思います。では続きまして、シェラカップでやってみようと思いますけど、シェラカップの場合は、湯量がね、250入れてもそれぐらいなので、先ほどより少ないですから、アルコールをですね、ちょっと 15ml でやってみようと思います。で、こちらのね、
ミニシェラカップっていうんですかね、本来はこういう使い方してはいけないものなんでね、あの自己責任ですけど、ちょっと斜めにしてやれば入らなかったです。はい、ちょっとまたやっぱり入れ替えます。ではですね、 15ml のアルコールですね。アルコール燃料を燃やすときはですね、安全のため必ず屋外でやってくださいね。私はね、慣れてるので、自己責任でできるんですけど、本当にね、アルストの炎はね、青くて明るい場所では見えませんのでね、大変なことになります。本当にくれぐれも屋外で使うようにしてください。じゃあね、シェラカップでまた同じようにやっていこうと思います。幸いね、こちらのワッツのミニ焚き火台はシェラカップがね、そのまま置けますので、これで 250cc ですね。 15cc だと蓋ないと厳しいかな。ちょっとやっぱり蓋をさせてください。 15cc でね、沸かなかったよって、そりゃそうでしょうってなっちゃうので、できればね、沸かしたいなっていうのもあるので、蓋をした上でね、やってみようと思います。はい、もうシェラカップだとね、炎の出方がこんな感じですね。前面から出たものが、シェラカップの側面に沿ってね、上まで上がっていく感じですね。使い慣れてくるとね、分かったんですけど、前面からあくまで炎が出ますので、取っ手の部分、そのクッカーとか、シェラカップもそうですけど、この持つ手の部分はね、必ず前面に持ってこないようにしないと熱くて持てなくなりますので、側面とか後ろの方に持ち手は持っていっておけばいいと思います。はい、もうすごい勢いで燃えてますね。アルコールなんでね、こういう閉じられた空間の中で熱くなればなるほど、どんどん勢いが強くなるんですよね。燃え方としてはね、美しいこういう炎が出てきます。ちょっとライトを消してみます。結構ね、見てて面白い感じですね。ちょっと炎好きな人にはね、また今までと違う楽しさがありますね、これね。はい、どうでしょう、3分ぐらい経ったのかな。まだね、勢いよく燃えておりますが、ちょっと中覗いてみますね。ああ、もうこういう感じですね。小さい泡がね、たくさん立って、こう気泡がね、上ってきてます。蓋をするっていうのはね、やっぱ外にこう熱が逃げないのでね、全然違ってるだろうとは思いますけどね。はい、15ml で今やってますが、まだまだね、燃えそうです。はい、今消えました。開けてみます。同じような感じですね。十分熱いんですが、いわゆるボコボコとね、大きな水、空気の泡がね、上がるような突沸ではないです。ただし、もう暑いので、どうなんでしょうね。ちょっと温度計ないんですけど、90度は超えてると思うんですけどね、っていう感じですね。はい、ラーメンとかもね、できるような温度だろうとは思います。250cc の水が、アルコール 15ml で、蓋をすればね、沸きました。室温がね、27、8度に行ったり来たりしてるような感じなんですけど、気温がね、10度切ったりすると全然またね、違ってると思うんですけどね。逆に真夏でね、暑ければもう少し早く沸きますし、水なんかでもね、水道から出したままの水だとね、ちょっと冷たかったりするので、その沸かし始める温度によってもね、だいぶ違うんですけど、このあたりはね、なんとなく見てて分かるような常識的な範囲で実験をしてみました。以上ね、湯沸かしの実験でした。前回の動画でですね、これの収納袋、もともとこういう化学繊維のものがついてるんですけど、これについてね、入る入らないっていうのをいくつかご紹介させてもらった時に、視聴者さんからですね、アドバイスをいただきましたので、そちらを含めてね、簡単な追加情報をね、取っておきたいと思います。で、もともとね、これちっちゃいですので、9.5 センチの8センチかな。だからね、今までのものよりもね、かなり小さいものに入るんです。で、セリアで売ってるコインケースが一つはいいんではなかろうかと思って、でね、今映ってるようなものをね、見てきました。で、買ってきたのがね、こちらです。はい、こういうね、これも化学繊維なんですけど、ちょっと感じがいいね、色もなので、でサイズ的にはね、こことここちょうどですね、ぴったりだったんですが、
実際ね、はめてみようと思うとこんな感じでですね、わかりますかね、これですね、よいしょ、こっち向きかな、こういうサイズ感なんです。なので、入るのは入ります。まああんまりにもぴったりすぎてですね、入るんですけどこんな風にパツパツな感じなんですね。なのでちょっと視聴者さんに教えてもらったものとはこれ違うかもしれません。私もねよく分かんなかったんですけど、あとねこれともう一つ、ちょっと静止画でね、写しておきますが、こういうものもありまして、でこちらの方がねまだ少し余裕があったんですが、ただこちらの方もね、この角の丸い部分がですねパツパツなんです。だから、まあ、入るは入るんだけど、あんまりね人におすすめできるかっていうとこう微妙な感じだったんですよね。今のところですね、私が一番気に入ってるのはセリアで見つけてきたこういうものなんです。はい、何かお分かりでしょうか。ちょっとね何か明かす前にねサイズ感を見ていただきますけど、まあこんな風になっててね、合皮なんです。これでこれぐらいのサイズなので、先ほどのコインケースよりは少し余裕がある感じ、ね、ただこの上下がね開いてますので、このままだとね落ちちゃいます。だからこれをね DIY でちょっとねここのステッチのところに縫ってやればいい感じにならないかなというふうに思うわけです。はい、できました。縫ってきました。やっぱね簡単ですね。このステッチの穴があるので、その穴に沿ってね、まあ似たような色のね針を通せばいいだけなので、30分もあればねできちゃいますね。はい、こんな感じです。上と下とね両方、しっかりとね縫ってみました。じゃあねこれで入れてみましょう。さあどんな感じかな。はい、やっぱそうですね、もうバッチリですね。これ完璧ですね。自分で言うのもなんですけど、多分ねめちゃめちゃぴったりです。出しにくくもないし、入れたらね出ないし、めちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。ということで大満足ですね。結構会心の策です。またよかったらねぜひ皆さんもねこれやってみてください。もう勘のいい方はね分かってたと思うんですけど、セリアのですねマスクケースになります。まあ、レザー調でですね、でこれが、田上株式会社さんっていうんですかね。一応ジャンコード写しとくとこういう感じになってます。今のところ私が見つけたものの中ではこれがですね一番その、まあ、ちょっと工作が必要ですけどね、このワッツのコンパクト焚き火台を入れるには一番いいなと思ったので、これを加工してみました。色もですねこの茶色っぽいのと、あと黒いのもありました。他にもあるかもしれませんけどね、どちらでもねいいかなと思いますけど、私はちょっと明るめのねこの茶を選んでみました。ということでね、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントたくさんいただいてね、本当に私も楽しませていただいてます。どしどしと、まあ、できることできないことあるんですけどね、よかったらお寄せください。いいじゃん、なかなかいいです。